遥か昔、世界を支える大樹カーラーンは滅び、世界は天の意向により二つに引き裂かれた。それから長い時間を経たある時、再生の巫女は大樹カーラーンに代わる新たな世界樹を誕生させる。そして二つの世界、シルバラントとテセアラも一つの世界となって生まれ変わったのであった。新時代の幕開けかと思われた。だが文明の進んだテセアラの人々はシルバラントの人々を蛮族と蔑み、シルバラントの人々はこの世界を生み出した再生の巫女と彼女らを擁立するマーテル教会を憎んだ。そしてさらに襲いかかる世界の悲鳴ときしみ、灼熱の砂漠に舞う白い雪、枯れ果てた死の湖、溶け始めた氷河、焼け落ちる森林、それらの異変は人々の心に飛び火し、一つの鬼子を生み出すに至った。虐げられしシルバラント人が身を守るために組織したレジスタンス、テセアラとマーテル教会を諸悪の根源とし、抵抗運動を続けるシルバラント解放戦線ヴァンガードである。こっちだ、急げ。エミルも早く。このままだとロイドに殺されて。誰に殺されるって？ロイド・アービング。パルマコスタは町を挙げてヴァンガードに加担し、マーテル教会と巫女をないがしろにした。
藩主に値する。お母さん、エミル、お前は逃げろ、逃げて生きろよ。大丈夫か？君が助けてくれたの？今の遠吠え、どこかで聞いたような。気のせいかな。おはようございます、フロルおばさん。あ、今の遠吠え。明け方からシノワ湖の湖底に魔物が入り込んでるのよ。すみません。どうしてエミルが謝るの？あの嫌な子、グズグズしてて、まるでラナ姉さんに似てないし、きっとレイソルの血が濃いのね。ごめんなさい。
また魔物の声。噴水広場の方から聞こえるけど。ロイド。おい、エミル、見たぞ。ロイド様にお辞儀しろよ。え、したよ。してねえよ。お前、やっぱりロイド様が嫌いなんだろ。だからロイド様が再生したこの町を壊そうとしてるんだな。何のこと？とぼけるなよ。お前が来てから、シノワ湖が枯れて魔物が増えたんだ。お前、化け物使って町を襲わせようとしてるんだろう。違うよ。じゃあ証明しろよ。え？ロイド様の像に忠誠を誓え。そうすれば信じてやるよ。さあ、誓えよ。どうしたんだよ。誓えよ。やだ。お母さんとお父さんを殺したロイドに忠誠なんか誓えるもんか。聞いたぞ。それが本音だな。違うよ。今のはそういうんじゃ。黙れ、化け物。成敗してやる。うせろ。なんだよ。うせろ。あの。お前は？はい。怖い。なんでもない。お前、もう少ししっかりしろ。怖くてお礼が言えなかった。こんなだから僕、友達ができないのかな。友達、欲しいな。けど、僕なんか。なんでもない。お前、もう少ししっかりしろ。しっかりしろ、か。そうだよね。やっぱりさっきの人にちゃんとお礼。言わなきゃ。なんだ？怖い。話がないなら俺から聞きたいことがある。え？はい。確かエミルだったな。お前、額に赤い宝石のようなものをつけた少女を見かけなかったか？え、いえ。なぜそんなに怯えている？
あの…勇気は夢を叶える魔法。え？昔、頭のネジの緩んだ人間がほざいていたセリフだ。ロイドへの忠誠を拒んだ時、お前の中には勇気が湧いていたんじゃないのか？人の顔色だけを見て、媚びへつらい逃げる奴は豚同然。いや、それ以下だ。お前は豚か？それとも人間か？僕は。せいぜい人間であるんだな、エミル。勇気は夢を叶える魔法。僕は化け物なんかじゃない。人間だ。さっきの人、なんかすごかったな。お前は豚か、それとも人間か。だって、そんなこと、僕とても言えないよ。普通なら相手を怒らせちゃうかもしれないのに。あれ？僕、怒った方が良かったのかな？固定だ。固定の方から聞こえる。どうしよう。気になるけど、固定に降りるには街の外に出ないとダメだし。勝手に外に出たらフロロおばさんに怒られるし。なんだろう。呼ばれてる気がする。どうしたんだ、血相変えて。アルバおじさん。ち、お前か。神器臭い顔を見せるんじゃない、お前ってやつは。ごめんなさい。全く邪魔なやつだ。いいか、うちでおとなしくしてろ。お前の姿を見ると町のみんなが不愉快になるんだ。こんなヴァンガードかぶれのガキなんてほっとけよ、アルバ。それより何があったんだ。ねえ、大変なんだ。シノワコの固定に見たことのない魔物が来て、自警団が何人かやられた。何？俺は応援をかき集めてくる。お前は町長に報告してくれ。わかった。またあの遠吠え。今なら固定に行けるけど、だけどおじさんたちに怒られるのは怖いよ。人の顔色だけを見て、媚びへつらい逃げる奴は豚同然。いや、それ以下だ。やっぱり行こう。僕は人間だ。シノワ湖の湖底に降りるには外に出なきゃダメなんだよね。僕、
一人で町の外に出るのなんて初めてだ。大丈夫かな。お母さん、魔物に会わないように守ってね。どうしよう、ここまで来ちゃったけど。うわあ！死んじゃうよ、もうやだよ。危ない。勇気は夢を叶える魔法。え？昔、頭のネジの緩んだ人間がほざいていたセリフだ。ロイドへの忠誠を拒んだ時、お前の中には勇気が湧いていたんじゃないのか？戦う！お疲れ様。ところで、ここは危ないから君は逃げた方が。君は？え、何？私のこと覚えてない？人違い？うん、そっくりだけどな。何のこと？何でもない。ごめんね。とにかく早く逃げた方がいいよ。それじゃあ。待って。何？私急いでるんだけど。助けてくれてありがとう。僕はエミル。君。私はマルタ。それで？ここ、危ないなら、君も逃げた方が。危なくなったら、また、助けてくれる？だけど、
助けてくれたのは君。覚えてないんだもんね。ごめん、変なこと言って。私もう行かないと。それじゃあね、エミル。額に赤い宝石。確かエミルだったな。お前、額に赤い宝石のようなものをつけた少女を見かけなかったか？もしかしてさっきの男の人が探してたのはマルタだったのかな。知らせた方がいいよね。次の人、まだ町にいるかな。マルタってこのこと教えたら喜んでくれるかな。それにしてもあの子僕のこと知ってるみたいだった。どこかで会ったことあるのかな。あんな可愛い子忘れそうにないと思うけど。きっと誰かと勘違いしてるんだな。そうに決まってるよ。こんなところに。ごめんなさい。なんてクソガキだ。とことん厄介者だな、お前は。お前がロイド様を目の敵にするからうちがヴァンガードに加担してるんじゃないかって後ろ指刺されてるんだぞ。さっさとうちに帰っておとなしくしてろ。帰ったら戦艦してやる。どうしよう、おじさんすごく怒ってた。僕また殴られるのかな。嫌だよ、怖いよ。やっぱり魔物の声なんて無視すればよかった。ロイドがパルマコスタを襲わなければ僕がこんな思いをすることもなかったのに。エミルか。エミル、
リヒター殿と知り合いだったのかね。その先ほどマルタの行方を尋ねようと声をかけた。そうでしたか。リヒターさん。なんだ。その額に赤い宝石をつけたマルタがいたのか。どこだ。はい、はっきりしろ。エミル、落ち着いて説明してごらん。シノワッコ、魔物の出る、この間見つかった。もういい。町長、エミルをお借りする。エミル、マルタにあった場所まで案内を頼めるか。はい。強引な人だな。まあいい。エミル、案内して差し上げなさい。ただ。すみません。お待たせしました。必要以上に謝るな。豚になりたいのなら止めないだな。ごめんなさい。ごめんなさい。もう謝るな。さっきは怒鳴ってすまなかった。リヒターさん。何をグズグズしている。早くマルタと会った場所へ案内しろ。おい、遅れるな。はい、すみません。おい、俺より前に行ってどうする。はい、すみません。おい。はい、すみません。別に俺は怒ってないぞ。